松さん2代目2代目ということで撮らせてもらいたいと思います。で今回は、はい、横尾さん横尾さんオペレートしてるスカニアですよ。スカニアスカニアこれトラックチャンネル初だよ。初ですよね。見てますよこれちゃんと。これはこの高さ高、ちなみにすみません、お名前からちょっと聞かせてもらいましょうか。高田今警戒もらったんだよ。いやいやいや、お名前をまず聞かないと。聞かないで。いや、切り替え中がまず横尾さんと言ったんだよ。横尾さんと、すみません、はい、大川さん先ほど紹介してもらった、はい、で、お願いします。志村さん、あれ、志村さんは志村さんはカードの、新入社員社員じゃない、社員じゃない。そこは合わせないと。じゃあちょっと早速ご紹介にさせてもらいたいと思うんですけど、すいません、こちら隣の車と同じの高さですか。これハイキャブハイルーフって言うんですか。ハイルーフキャブハイキャブハイルーフ。カーズさんの、もう限定カラーチか何ですか。乗せちゃったもん。マジョーラカラーですよね。すごい。これはもうだって見る角度によってなんか光り方が変わったりする感じですけど、マジョラ2色使ってる。マジョラ2色使ってるんですか。あ、じゃああちらのマジョラとはちょっと違うんですか。こっちがグリーンパープルってこの、でこのグリルの中がレッドゴールドって言うんですね、うん、角度でゴールド。あ、そういうことですね。本当だ。やっぱだから角度によって変わりますもんね。わあ、キャビンで変わってるというか変えてるところっていうのは色を変えてる。はい、あとこのライトと、あ、ライトも変えられてる。あとこれです。あ、コーナー。コーナーに、うん。これダクトになるんですか。ダクトカバーみたいな。ダクトカバーですか。唯一国産と違うのはミラーですよね。ああ、形が。ミラーが要はドアミラー。あ、これ両側畳むんですか。左のみですよね。いや、両側。両側だけど両替します。見たことないからすごい興味あるんですよ。国産はアンダーミラーがあるけど、それをカメラでカバー。カメラでカバー。うん、あれカメラ。ああ、これですね。はい、じゃあカメラ。これ上のやつは何ランプっていうんで、パドランプですか。いや、パドじゃない。パドっていうかな、重機改装車ですか。重機改装、ああ、そっかそっかそっか、それが乗ってる時にくるくるくるってずっと回してる。今、重機改装は緑、はい、警察車両は赤とか、あ、交団車両は黄色とか、そういう色分けで。そういうことなんですね。積載車はグリーンっていうのが決まってるんですね。そうそう。いや、勉強になります。ちょっと横から行かせてもらいます。サイドビューですね。サイドビューですね。はい。すいません。ね、待って待って待って。ちょっとこれ、いや、ちょっと引きで撮った方がいいですね。これなんかすごいでしょ。すごい、ここの幅がすごいっすね。そうです。また後ろにこのフードがついてるから、はい、そうです、ね。しかもこのフードの長さ、なんか広さが先ほども紹介してもらったやつよりも少し長い、はい、ですよね。まあこれはだから。はい。純人として、ここまでは、はい、ここまで、あ、ここまでが純正は、はい、オプションで、ちょっとじゃあもう少し広げた感じになってるんですね。あ、そっか、これは工具箱じゃないですもんね。仮想待ち、はい、仮想待ち、あ、そうなんですね。え、これ何をつけてるんですか。まだ、はい、社長次第。あ、そうなんですね。予想されるのは 何でしょうか。あ、煙突マフラーがここからつける予定で。あ、そうなんですね。それじゃあもうちゃんと煙突マフラーとして使用するやつですよね。したい。あ、使用もしたい感じのやつ。飾りじゃなく、そういうことですね。実用したい。うん、まあ、調子だね。はい、そういうような文字。え、あ、文字が、あ、本当だ。カーズって書いてあります。見えますね。あ、見えますね。へえ。これなかなか、はい、気づいてくれる。おお、ね。でもなんか光加減で気づきやすくなったみたいな感じ。ゴーストですか。光の加減で出てくるよ。ああ、そういうことなんですね。すごい。それは一つのおしゃれですね。でっかいよね。本当。でかいっすね。本当に絶対。しかもこのなんだっけ、ごめんなさい、ハブ？ハブ。ハブもすごい。マジョラよ。ハブマジョラカラーです。マジョラよ。マジョラ、マジョラ、マジョラですね。ちょっと後ろ行かせてもらいましょうか。先ほど鈴木社長さんから聞かせてもらったんですけど、これ
荷重車両総重量が30トン、はい、ですよね。普通のやつは 11.5 って言ってましたよね。上か大五輪荷重だっていうのが 11.5 が普通で、スカニアの場合は20トンですよね。スカニアはい、ツーデフが18トンか20トン。ちなみに大川さんのプレートも、はい、ツーデフだろ。ツーデフだから、そんだけ重いのが積める。そうです、もうパカってこいって感じ。ヘビー、ビューティーエクスプレッスプレッシュ。すいません、カズさんのことディスってる。ディスるわけないじゃないですか。本当に、あ、これってなんかこのカチャって開けるようになってるんですか。取れるよ。へぇ、ここからこの外れにカプラとかで外れる。あ、そういうことなんですね。チェーン脱着したり、あ、タイヤチェーンを脱着するために、うん、とか、いろいろ。このままだったらチェーン入んない。こっちの方がカープさんってちょっと、こっちはねちょっと明るく下地をして見やすいようにし、はい、あ、ちょっとスピード変えたんですね。見やすい、確かにこっちの方が見やすいですね。向こうはちょっとフェードかかっちゃう、うんうん、身に分かりづらいんだよ、気づきにくい。おお、いや、やっぱこれすごいな、でかさが。俺マジョラカラーにさ、はい、してるだけで、はい、しないとしてるじゃ多分金額変わると思うよ。バリバリ違うから。この辺の道具箱、そうなんすか。だからもうない色だからってことなんですかね。ない色っていうか、はい、元々が高いんで、うん、ああそういうことなんですか。でこれ、はい、普段より倍以上の厚く塗ってるんで、あ、普段より厚く塗ってるから、それも余計に。わあ、肉眼で 見るカラーとカメラ越しに見るカラーとまた違うんですよね。ああ、そういうことですね、うん、じゃあ本当に生で見る方は、そうですよね、うん、この YouTube で見るっていうよりも、こういう色で見えるんだっていうのは。そっか、照射が分かりにくいからね、うん、画面越しだと。確かに気になる方はぜひ見に来てください。はい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 、探してください。探してください、見つけてください。ちなみに会社さんはまあだって小田原にありますもんね。ああ、今度ちょっと遊びに行かせてください。杉社長も OK と言ってくれた、言ってましたので。俺はでも遊び行くときはちょっと土下座したいね。スライディング土下座みたいな。ちょっと、あの、いよいよお待ちかねの中身ちょっといいですか。すいません、失礼します。ちょっとここまでだったら大丈夫ですね。あ、ありがとうございます。あ、そっか、すいません、失礼します。うわ、めっちゃ高い、広い、はい、中は広いですね。すごい広いですね。しかもサンルーフついてるじゃないですか。横尾さん、ちなみに、はい、このスカニアってなんか普通の国産のなんかトラクターと比べて何か違うとこってあったりするんですかね。国産はこの辺まで多分、はい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 、そうですよね。これ普通になんか歩いてこっち側に来れるみたいなですよね。あ、ちなみにここで寝たりもされるんですか。しますね。あ、そうなんですか。あ、じゃあ長距離も行ったりするんですか。行きますよ。あ、そうなんですね。あ、ちなみに一番遠いところだったらどこと、小田原からどこまで行ったりします。はい、どこまで、九州ですかね。あ、九州のまで。あ、そうですか。じゃあもう本当1日2日とかかけて行く感じですか。まあ九州は2日ですね。あ、そういうことですね。今年はそこ、ここで寝てたりするんですね。へえ、これはもうじゃあ収納が結構でかい感じであって、はい、収納がこんだけでかい感じのもあってこの広さですからね。そうですね、すごいこの広さ。わあ、しかもこの V8 っていうのはエンジンのことですか。そうです、はい、おお、すげえ。あ、これは何ですか。それはカメラです、ね、カメラ、そこのカメラのモニターです。これは、あ、こっち側のですね、はい、わあ、すごい。これはこちらはまあ普通に、あ、そかそかそか、ナビをやったりとか。うーん、これがなんですか、パーキングですね。これはそうですね。こんなところについてる。あ、さあ、サイドブレーキこんなところついてるんですね。うわー、めっちゃ新品ですね。これだってなんかまあ先ほど値段もざっくりだけど聞かせてもらったんですけど、なんか怖い感じしないですか。もうそれは慣れましたか。もう慣れました。慣れましたか。自分乗るって言ったらもうヒヤヒヤでしょうがないだろうなとか思って。枝はぶつからないようには気をつけてますけど、はい、ああそういうことですね。まあ上が高いですからね、はい、そっか。なんかで、ね、枝で引っ掛けてなんか傷ついたらまた嫌ですもんね。そういうことですね。
すいません、中身の紹介ありがとうございます。すいません、失礼します。横尾さん的にスカニアのここが一番好きっていうのはあります？ここが好き、やっぱ V8 ですか？ V8 ですかね。 V8 で何か V8 で何か変わったことというか、何かパワーが違う感じですか？そうですね、うん、縦六に比べたら下から分もあるんで、はい、ああでも一足とか使ったりします？まあ、オートマなんでも勝手に。あ、そっか、オートマなのか。そういうことなんです。はい、ああ、そういうことです。全部そっか、オートマなのか。マニュアルに切り替わったりもできるやつですか？マニュアルもできますよ、これ。あ、そういうことですね。はい、でも基本的な運転としては、オートマの感じで。なんかこれ、ハンドルそのまま乗ってはないですよね。ハンドル乗ってます。やっぱそうですよね。これなんか、これぐらいの角度で運転してるパターンなのかなと思って。あ、すいません、すいません。いや、そうですよね。なんか、いや、それで。ああ、そっかそっかそっか。すいません、横尾さん。すいません、ありがとうございます。横尾さん、すいません、あの V8 のエンジンの音を聞きたい。本当にノーマルだから静かですね。V8 のエンジン、これでマフラーで間に合ったらすごい音になりますよね。わさすがに間に合うの。はい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 、この部分に音をつけて、はい、を直感にするか、はい、直感に切り替える。ああそういうことか。この切り替えスイッチが、まあ、これで後ろ引っ張るとまた強音、トルクかかるから、はい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 、いい音出る。へえ、わあめっちゃ綺麗。わあこれは、はい、あー、コーナーもこういう風に開くんだ。これってエアクリですよね。おー、すげー、めっちゃ綺麗。こんな風に開くんですね。うわー、なんか面白い。これすごい開き方しますね。ありがとうございます。はい、まあ、ざっくりですけど、はい、カーズさんと横尾さんのスカニア紹介させてもらいました。そしてステッカーももらっちゃいました。注文もらっちゃいました。はい、ということで、すいません、はい、あの横尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。横尾さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、キンジーさん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 、ありがとうございます。ありがとうございます。Bye-bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow.